れ早生のおめでとうでございます。おめでとうございます。今日までは、おめでとうでございますよ。明日から別にめでたくないんです。といっても今日あたり表で会っていきなり今年初めてに顔を合わせる人でもおめでとうっていうことは言いにくいですわね。大概分かってても黙ってこんにちはさようならって、ね、中にちょっと気がさす人は、あこんにちはしばらくです、あおめでとうかななんてかながついたりなんかする。それが今日まででございます。今日過ぎますってともうかなも何にもつかない、かなでも漢字でもないという、早いもんです、ね、あっという間に1月が過ぎまして、明日からは月が改まります。そういうせわしない、こういう陽気の時にまた足元の良くない時に、お運びをいただいてこんなにありがたいことはありません。まあ年の方は改まりましたが、話の方はってえと、もう相変わらずというようなところでございます。おいばあさん、ご覧、あいつはどうして表を歩く時にね、もみ手をしながらニヤ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 笑いながら歩くんだろうね。弱ったもんだよ。小さい自分からあれだからな。何をニヤニヤ笑ってんだ。こっち入れ。おい、ヨタ、入れこっち。コンティワ、コンティワだってやろ。こんちわってんだよ。こっち入れ。呼びにやったらすぐ来るんだ。なんか用か。用があるから呼んだんだよ。お前が呼んだのは他じゃねえがな。何にもしねえでブラ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 相変わらず遊んでばかりいるってじゃねえか。そんなこっちゃしょうがねえ。今日お前を呼んだのは他のことじゃねえがな。お前なんか商売やれ。商売やれって言ったっておじさんの前だけど、商売やるには元手がいるよ。生意気なこと言うんじゃないよ。元手のいる商売なんかすぐ損しちまうじゃねえか。元手のかからない商売ってのやれ。元手のかからねえ商売なんておじさんあるかね。役払いに行くんだよ。今日ならできる商売だ。なんだよ役払いって。役を払ってな、方々のうちから豆とおわしをもらってくんだ。あ、そう。豆とおわしを方々のうちからもらってくりゃいいのか。そうだ。じゃあ行ってくれ。おい、行ってくれって。たぶんお前表ぼーっと出てったってダメだよ。役払いの工場ってのがあるんだぞ。工場知ってんのか。工場知らねえ。知らなきゃダメだよ。おじさんが教えてやるからちゃんと覚えなきゃダメだぞ。いいかな。あらめでたいなめでたいな、今晩今宵のご祝儀にめでたくことにて払おうなら、まず一夜明ければ岩頂の角に松茸しめ飾り、とこに代々鏡餅、蓬莱山に舞い遊ぶ鶴は千年、亀は万年、逃亡作は八千歳、浦島太郎が3000年、三浦の大杉106つ、この三兆年が集まりて酒盛りいたす折からに、悪魔下道が飛んでてて妨げなさんとするところへ、この厄払いが買いつかみ、西の海へと思えども蓬莱山のことなれば清水の方へさらーりさらーりってんだ。どうだ、覚えたか。覚えたかって、それ誰が覚えん。誰が覚えん。お前に教えてやってんだろ。お前が覚えるんだよ。いつまで。いつまでじゃないよ。今覚えてすぐ出かけるんだよ。今覚えてったって、今聞いたばっかりなのに今は覚えらんないや。じゃあ、来年の今日まで。いや、そうはいかないよ。お前1年も前からこんなことを考えてな、教え込むやつあらしねえや。よしよし、まあ、お前に急にそんなこと言ったってな、それは覚えらんねえってことは、そのおめえに言われなくたって、俺の方が気がつかなかったってのは悪かった。そこにな、当たり箱があるから、こっち持ってこい。当たり箱、当たり箱ってのはすずり箱だよ。すずり箱をこっちに持ってこい。書いてやるから。おい、すずり箱っつったらな、そうやっておめえぼーっと箱を持ってきてただ突っ立ってるだけじゃダメだよ。すずり箱ってことはどういうことなの。墨をするんだよ。墨は誰がするの。お前がするんじゃねえか。当たり箱を持ってこいと言われたら、それを持ってきてすぐ墨をすり始めるとこぐらい頭はた、頭を。まったくお前、いちいち何か言われなくちゃわからないんだからね。お前いくつになるんだよ。しっかりしろ本当に。おふくろに心配ばかりかけさせてやんと。こっち持ってこい。あのね、いいか、お前は男なんだからしっかりしなきゃダメなんだよ本当に。おふくろがおめえ稼いできた小遣い銭でもっておめえがブラブラそれ食いつぶしてちゃしょうがねえんだな。ちゃんと書いてやるからしっかり覚えるんだ。たまにはよ、
な、稼いでおふくろに小遣いでもやろうなんて、そういう了見にならねえのかな。23だろお前、23にもなったら一人前だよ。23じゃありません、25ですって。なお悪いんだよそれじゃ。なぜそういうことを。さあみんな金で書いた金が金ならわけねえ。生意気なこと言うんじゃないよ。金じゃなきゃ読めねえと思うから金で書いたんだ。あのさ、おじさんさ、豆とお足もらってくるって言ったけど、お足はいくらぐらいくれる。そんなにくれやしねえんだよ。こういうものは数で稼ぐんだ。大概1000か2000だな、うん、お前が向こう行ってめでたいことを言ってとな、向こうでご祝儀ってものをくれるよ。いいか、もらったご祝儀、それからな、ご祝儀じゃねえ、何でもかんでももらったお足はそれお前のもんじゃないんだぞ。お袋の方へやるんだ。お前の分はお前の分で、そっから分けてもらうようにお袋に俺から話しといてやるから。豆くれるけどな、豆は食べちゃっちゃダメだよ。豆は豆でまた別に売るところがあるんだ。豆は豆でまた別に売るところがあるって、無駄がないねおじさんねあ、そのね、豆売るとこ知ってら。ふーん、偉いねお前。どこに売るんだ。豆腐屋に売る。バカだねお前は。これいった豆だよお前。いった豆が豆腐になるわけないだろ焼き豆腐になる。おいばあさん、お前そこで感心して聞いてちゃダメだよお前。感心してやバカだねお前は。あのね、豆ねじとかそういう駄菓子の問屋に売るの。とにましょうがないやつだね。今すぐじゃない、今すぐ行ったってしょうがないんだよ。そうだな、少し薄暗くなって暮れかかってから出かけるんだ。いいか、うん、しっかりやれよ、じゃあおじさん行ってくら、さよならなんてんで家へ帰って十分稽古をせりゃいいんですが、根がこういうやつですから稽古なんざまるっきりしない。ゴロッと横になるってそのまんますっかり寝込んじゃった。ああなんだこりゃ、おじさん少し薄暗くなってから出かけろって言ったけど、とっぷり暗くなっちゃったちょっと手遅れになっちゃったからこれな、どうすりゃいいのかなこれな、どっかのうちって聞きゃいいのかなこれな。こんにちは、こんにちは。はい、なんだい。役払いですけど気味の悪い野郎だねこいつは。そんな役払いがあるかい、その地べたの底から湧いて出たような。向こう行け、からかってっと引っ張ってくぞ本当に。どうすりゃいいのかなこれな。こんばんは、こんばんは。はい、どなた。役払いですけどいかがでしょうか。何を言ってんの今頃、もう払いましたよ。あ、そう、まあ払っただろうけれども、もう見切りもんですから、もうお安くしときますから。もういっぺん。何言ってんだい、そんなもの二度も三度も払うやつがあるかい。ちょいと表変なのがうろうろしてるよ。下駄持ってかれないかい。下駄泥棒と間違えねえっつったこれ。えい、御役払いましゅ役払い、お年越しのご祝儀に御役払いましゅ役払い。本職だうまいねえ。御役払いましゅ役払いだってやら、ああふにやんのか。なかなかはいかねえなこれな、面白えなあとくっついてっちゃうかなこれ。よう役払い、へい、お呼びになりましたか。おいら、なんだお前さん、あたいもの役払うんだ。なんだ、じゃあ真ん中じゃねえか。真ん中は危ねえから端通ってきた。何言ってんだよ、仲間だろってんだよ。よせよ、そばへ来るなよ。そんなことやないでさ、一緒に行きましょう。気味の悪い野郎だろこいつは。一緒に行ったってしょうがねえじゃねえか。
みんなこんなものはピンでやってんだ、一人でやってんだよ。え、向こう行け向こう行け。え、行っとる向こうへ。そんなことないよ。一緒にね、行くとね、いろいろ重宝するよ。お前が一緒に行くとどう重宝するんだよ。お前がさ、役を払うだろ。じゃあ、あたいが豆とおわしをもらっちゃう。なずずしいこと言ってちゃうんだよ。向こう行け。えい、御役払いましゅ役払い。お年越しのご祝儀に、御役払いましゅ役払い。役払い。へい。あ、またお前かよ、おい。よせよ、お前が呼ぶか、ついこっちって返事するじゃねえか。向こう行ってる君の悪い。あれ、なんだ、ニヤ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 もみてしてくっついてきやって気味の悪い野郎だ。駆け出してちゅえ、何も逃げることねえやな。取って食おうってんじゃねえんだからよ。でもアフにやりゃいいのか。でもなかなか年金入ってるからね、翻訳払いましょうったってああいうふうにはいかないよね。でも黙っててもしょうがねえからな、何か言わなくちゃいけねえ。役払いだから役払いっていいだろ。役払い、役払い、役払いですよ。役払い、くず払いって、俺同じだから、あんまり変わらねえな、これじゃな。あ、そうだ、おじさんめでたくなくちゃいけないって言ったから、めでたくやろう。めでたくやりゃね、向こうだって喜ぶってやつ。おめでたい役払い、役払いのめでたいの、おめでたい役払いのめでたいの、おめでたい役払いはめでたいな、役払いはめでたいな。なんだありゃ、なんか表ぐじゅ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 言いながら通るのがあるぞ。役払い役払いって言ってねえか、言ってました。ああ、ちょうどな、手遅れになってて、払おうと思ってたんだ。いいいい、俺が呼ぶから、開けろ開けろ、俺が呼ぶよ。おいおい、役払いや。なんだ、お変わった調子だねこいつは。まだ払ってないんだよ、払っとくれ。今払ってやるよ。なんだよ払ってやるよって、やるよって言い草があるかい、こっち入んなよ。払います払いますけども払う前に豆とお足をちょうだい。様子が変わってるやつだねこいつは。先に催促するってのは初めてだよ。いやいや、帰っていいよ、こういう方が。様子が変わってる方がね、年忘れになっていいんだ。いいよいいよ、年忘れだからな。豆勘定してあるか。勘定してある。紙くるんで、おわし、おわしはそうだね、1銭か2銭って、何、五輪銭がありました。何でもいいよそれ。くるんでこっち持ってきな。はいよはいよ。さあ、これお前にやろう。あ、すいません。あのね、ここんとこね、ちょっとグラ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 してたんで、そしたらね、おじさんに怒られちゃった。お袋を働かしてしょうがねえなんつってね。何してんのお前。おい、役払いや。そのもらったそばからそのガサ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 開けて中覗き込むんじゃないよ。いいじゃねえか、もらったらこっちのもんなんだから、いちいち文句言わないでもらえて。あれなんだこれ。ねえ、何これ、1銭か2銭点だもん。2銭なら2銭はっきりくれるがいいじゃねえか。これ1銭5厘だよこれ。細けえなこれ。こんな大きな屋台場にしょっててもやっぱり懐苦しいのか。おい、変なこと言ってちゃダメだよ。おい、早くやんなよ。やりますよ、やるけどね、ちょっと豆食べよう。これはね、駄菓子の問屋やるんだけれども、ちょっと味見。いい商売だねこれは。役を払わないうちから豆が食べられるんだからね。これもしもし、ところどころ生んところがありますよ。よくちゃんと言ってから出せ。おい、ダメだよそこで食べてちゃ。早くやんな。やります。
やりますけどね。もうちょっと食べよう。夜の豆は見逃すなんて。すいません、お茶と用事ください。用の多いやつだねおい。いいよ、年忘れ年忘れ、うん、帰ってこれ様子が変わっててね、うん、面白いな。あのお茶こっち、うん、あそうかい、うん、よしよし、さこれお前にやるから飲みな。あどうもすいません、ごちそうさまでした、さようなら。おいおいおい、役はどうしたんだい、役は。あ、役忘れちゃった。忘れちゃダメだよ、早くやんな。やります、やりますけどすいません、そこの障子ぴったり閉めてください、ぴったり閉めてくださいよ、ぴったり。覗くとダメですよ、覗くと、覗くと目の玉いびつくもん。そんな危ないことしちゃダメだよ。大丈夫か。大丈夫です。こんなとこにうまい具合に小さい電気が一つついてる。暗いね、これ。あらめ腕たいな。あらめ腕たいな。あらめはやっぱり腕んのかな。ちょっと聞いてみようかな。あの少々伺います。なんだい、アラメはやっぱり腕ますか。お前そこで何言ってんの、さっきから。アラメなんだどうだっていいだろう、お前役払いなんだろう。いやそうですけど、あ違った、アラでいっぺん切るんだ。アラあら、あら、めでたくなくなく、おいおいおい、めでたい方で頼むよ、うちは。あ、だんだんめでたくなります。あ、また間違えちゃった。めでたいな、めでたいなだ。くの字の大きいのがいっぱい重なって書いてくる。めでたいな、めでたいなと、ね。今半今宵のごしあうきにめでたきことにて払いましやう。なんか読んでんじゃないかお前。ダメだよ、覗いちゃ。覗いちゃいないけど大丈夫か。大丈夫ですよ。ダメですよ、覗くと。ほら見ろ、どこまで行ったか分かんなくなる。まず一夜明ければがんちやうで角に松茸締め飾り、床に代々鏡餅、蓬莱山に舞い遊ぶ。なんてほら、だんだん上手くなってきてくる。鶴は十年。おいおいおい、情けないこと言わないでくれよ、おい。なんだい、その鶴は十年って。鶴はみんな千年じゃねえか。でもひよっこですよ。ひよっこだって千年だよ、おい。あ、千年です。千年千年。間違えちゃって、あのね、千っていう字の上の脳がどっか行ってなくなっちゃった。下の十だけが見えちゃった。鶴は千年か、目は鶴は千年か、目はトラフォームじゃないの。鶴は千年か、亀はだ、亀は、さあ、えらいことになっちゃったよ。おじさん、カナダカナダってそう言ってたから安心してたら、こんなとこへいきなり難しい字が出てきちゃったじゃねえか。中に難しい字が混ざってるなら混ざってるってそう言ってくれりゃいいのに、
いきなりああよかった表の酒屋ののれんの字が同じで助かったねこれは。少々伺います。はいはい、どなたですか。役払いですよ。まだいるよあいつは。まだグズグズしてたよ。おい、とっくにいなくなったと思ったんだから。なんだい、表の酒屋ののれんの字はあれなんてんですか。うるさいね、いちいち。あれはよろずやってんだよ。亀はよろずね。よろずねってのがあるか。おい、逃亡あ、真っ暗になっちゃった。弾が切れたんだろこれ。きこの隙に逃げてっちゃう。表ずいぶん静かになったな。え、ちょっと覗いてみろ。へい、あ、旦那、役払いがいません。あ、向こうへ役払い逃げてきます。何、役払いが逃げてく。それで今逃亡と言ってた。